バーテンダーをやっているバーマーの武田です。はい、ということで、今回ですね、コスパ最強ハイボール、そしてウイスキーの紹介をしていきたいと思います。はい、ということでですね、今回、大体ね1000円台で買える、コスパ最強のね、ウイスキー、そしてねハイボールをね紹介していきたいと思います。はい、でですね、今回紹介するウイスキーはこちらにあります。はい、こちら、はい、ブレンデッドスコッチウイスキーのロングジョン、はい、こちらになりますね。はい、ロングジョンになりますね。はい、こちらですね、めちゃくちゃ僕好きなねブレンデッドウイスキーのね一つでございます。はい、それではね、まあ、早速ちょっとね、まずこちらロングジョンの説明を前にですね、まずハイボールをね作っていきたいと思います。はい、ではですね、はい、ハイボール作りますね。はい、ではまずグラスを用意しまして、はい、作っていきます。はい、ということで、はい、ハイボールの、ね、作り方また別の動画ありますので、気になった方はそちらも見てみてください。はい、こちらですね。でまず、はい、グラスを冷やしていきます。はい、それではロングジョンを注いでいきます。はい、では早速ね開けていきたいと思います。はい、ではね、こちら大体今日ねちょっと30ミリなんですが、グラスちょっと大きめなので35ミリぐらいに入れていきますね。40ミリ、大体40ミリぐらい入りましたね。はいですね、こんな感じで、はい、結構かし濃いめの黄色の色ですね、山吹色みたいな感じの、色合いになりますね。はい、それでは、ここでウイスキーを冷やしていきます。はい、はい、では最後ですね、こちら、炭酸水をもう注いでいきます。はい、ではこちらロングジョンのハイボール完成しました。それではね、早速飲んでいきたいと思います。はい、では早速ですが乾杯。はい、めちゃくちゃうまい。はい、ということで、飲んできましたね。いやー、たまんないっすね。まずね、香りはそうですよね、もうめちゃくちゃ香りはね爽やかで、めちゃくちゃ爽やかです。はい、ほんとすっきりしてるんだろうなっていう予想をするようなね香りなんですね。でですね、こう飲んだ感じでいくと、まずその爽やかな香りから飲んだ感じはね、まずめちゃくちゃスッキリなんですよ。で、変にアルコールの味とかそういうのもきませんし、なんですかね、こうフルーティーっていう感じはないんですけれども、まずめちゃくちゃ軽いんですよね、ライトです、飲みやすいですね、かなり。で、飲んだ後ですよ、ここまでジョン・ロング・ジョンがいいなって思うのはこの後なんですよね。飲んだ後にすごくこう、蜂蜜の甘さだったりとか、樽の木の香りもしっかりする上に、ちょこっとピートもね、はい、ピートの香りが少し残ってくるっていう感じで、こうバランスめちゃくちゃいいです。はい、めちゃくちゃうまい。うん、うまい、うまい。で、
そうだね、どこかこうナッツっぽいね、香ばしさみたいなところ、多分これがちょっと木の香りに近いところを出してるんですけれども、ナッツ感みたいな木の香りがあって、でちょっと甘さね、蜂蜜感で、そこに最後ちょっとライトな、本当にちょっとビロンライトなスモーキーですね。香りは爽やかで飲みやすいのに、後半に連れても味わいがしっかりドスンと残ってるっていう、このねクオリティ半端ねえっすね。うん、たまんないです。はい、うまいですね。はい、でですね、こちらロングジョンなんですけれども、あれですね、この名前がですね、あのロングジョンっていう名前なんですけども、このね作られた方の名前がね、あのジョン・マクドナルドっていう方がいらっしゃってですね、この方がすごくあの身長がでかい方だったんですよ。193センチっていう、まあ、大男ですごくでかい方で、その人の相性がこうノッポのジョン、ノッポなジョンみたいな感じだったので、英語で言うとねロングジョンっていうんですよね。はい、っていう感じでですね、それがこう名前になっているっていう感じになります。はい、これがロングジョンっていう名前のね、はい、由来になりますね。はい、でですね、このロングジョン僕ねめちゃくちゃ好きで、で結構ねたまに買ってハイボールで飲むんですけど、このハイボールにあの僕ねロングジョンだったら必ずするっていうねあるんですが、はい、こちらです。はい、レモンピールですね。はい、僕好きなんですよ、このレモンピールを使ってね、ロングジョンっていうのがいいので、ここにねさらにレモンピールを絞っていきたいと思います。はい、うん、はい、はい、はい、レモンピールありのね、はい、ロングジョンのハイボールです。はい、乾杯、改めまして乾杯。ウェイシ、いやー香りたまんない、たまがりがたまらない。クソうめえクソうめえ。はい、いやーあれですね、もう一気に表情が変わりましたね。最初ね爽やかだったってあったじゃないですか、そこにレモンピール絞ったんで、レモンの香りがさらに増すっていう感じで、まず爽やかにレモンっていうことでもプラスアルファでいいって よくなりましたね。はい、で飲むとさらにやはりそのレモンの香りっていうのはつくので、その最初すごくライトって僕言ってたんですけど、ライトだったところがこうレモンの風味にまず変わったんですよ。はい、でその後に蜂蜜とかのこう香りが来るっていうと、もうなんか蜂蜜レモンみたいな感じのこうテイストになるわけですよね。はい、でそこからどんどん樽の香りになって、最後ライトなピートが香るっていう、トータル最強です、はい、っていう感じでロングジョンめちゃくちゃうまいです。ぜひねレモンピールをピョッてやってもらうとね、さらに美味しいですよ。はい、うまいです。いやたまんねえなうまい、うまいですね。はい、いやーうめえな。はい、ということで、で僕ねこのロングジョンを初めて知ったこうお話なんですけれども、あのこのロングジョンって僕あれなんですよ、まあ、僕ねあのバーでバイトをねした時にあったんですけども、そのバーで作っているそのバーでねその教えていただいたマスターの方が、ハイボールをねこのロングジョンで作られてたんですよね。はい、でそこで僕は初めてこのロングジョンっていうのを飲むことになったんですけれど もうそこで、まあ、まず何だろうこのウイスキーから始まりましたけど もうめちゃくちゃ爽やかさがすごくて、あ飲みやすいんだなみたいな、で、このボトル初めて見ましたみたいな感じで、こうロングジョン使ってるよっていうことでね、初めて見ましたって僕なったんですけど、もうその時ね爽やかすぎて、あ結構すごいウイスキー使ってるんだって思ったわけですよ、僕初めてだったんで。はい、でそこで、ロングジョン飲んでね、いくらなんだいって思ったら、これがなんと1000円ぐらいなんですよってなるんじゃないですか。それでこの味なんですかって思って、もうそこからロングジョンうまい好きだなってなってたんだよね。はい、でもうこれ大体もうなんでそういう感じでね思い出があるわけですよ、僕もロングジョンには。はい、で、まあ、ロングジョンねこれ、僕ねイオン、はい、イオンですね、イオンで買ったんですけども、結構ねよく置いてるのがイオンかな。はい、イオンで売ってるんですが、だいたいこれ1000円台、980円で税込みになります。はい、1000円台でこれは半端ないです。でボトルもかっこいいじゃないですか、なんかちょっとシックな感じで、でこうやっぱちょこっとやっぱこうイギリス感みたいなの必ず出ているので、すんげえうまいです。うまいしかっこいいし、こう置いててもなんかかっこいいですよね。
ぜひね、1000円台、多分これあんまり飲んだことある方ってそんなに多くないと思うので、ぜひね、もう僕ね、初心者の方絶対ありです、はい、味はいいし、その飲んだ時なんかすごくね、もうあのすっきりで初心者向けで、あー癖がなくて飲めるべみたいになると思うんで、めちゃくちゃいいですよ、もうたまんないですよ、何杯でも飲めちゃいますね、うん、めちゃくちゃ美味しいです。ロングジョン、ぜひね、皆さん、イオン必ず多分売ってると思うんで、イオンで買ってハイボールで、そしてレモンビールプッてやってね、飲んでみてください。ぜひおすすめです。こちらコスパ最強ハイボール、今回はロングジョンでした。ありがとうございます。はい、それでは、最後までご視聴していただきありがとうございます。もしね、このロングジョン飲んでみたいな、買ってみたいなっていう方はね、いいねボタン、そしてね、一応概要欄にも、購入サイト載っけておきます。はい、でこのハイボールね、ロングジョンハイボール、そして、レモンピールつけのハイボール飲んでみたいって方もいいねボタンよろしくお願いします。そしてこちら、バーマーのチャンネルもね、登録お願いします。ぜひね、あのいろんなウイスキーの情報だったり、僕の大好きなジェムソンの情報だったり、またチャンネル登録していただくと僕と毎日会えちゃいます。はい、ということで、ぜひよろしくお願いします。はい、でね、あのバーマーの武田、私ね、あの SNS もやっております。インスタグラム、フェイスブック、ツイッター、はい、こちら3つやっておりますので、気になった方はバーマーと、検索してみてください。はい、それでは、ありがとうございました。おしょうしな、 See you。 いやー、来ましたね、ロングジョン、めっちゃ大好きなロングジョン、とっても美味しいロングジョン、たまんねえなロングジョンっていう感じで、好きで大好きで、もう今日、いや、もうイオンに行って、もう違う動画しようかなとか思ってたら、今日イオンに行って、あ、ロングジョンと思って買っちゃって、今日載せちゃったんですよね。もうたまんねえべー、もう見ると飲みたくなるんで、これ飲みっちゃえってなるんでうめえ、たまんねえ、いや、うまいっけねいや、いいな、ロングジョン。ぜひ、もうすぐ飲んじゃうんだよね、ロングジョン。痛いだけかよっていうね。はい、ぜひ、皆さんもロングジョン買ってハイボールやってみてくれしゃい。